はい、放送20代、はい、出張遊びニュース、出張遊びニュース、はい、やってまいります。今日は何ですか？今日は首相官邸のインスタグラムの話をしようと思います。はいはいはい、はい、というのも本日本日でしたっけ、トランプ大統領、本日って何これは何日にやったりするの？まず僕たちが5月26日ですよ。そう、5月26日にアメリカのトランプ大統領が来日されたということで、令和、令和初来日。あ、そうなの。海外の人来るやつ、まあ、うん、全然単語が分かんない。初来賓じゃない、初来賓っていうことで、はい、うん、あったんですけど、そう、今日はそのトランプさんとゴルフに行きましたみたいなのを首相官邸のストーリーが上げていて、うん、もうそのストーリーの格好すごい可愛いんですよ、首相官邸のやつが、うん、それも令和に変わった時 の、 インスタライブ、これから変わりますって、そこを生中継しますっていう番組の時間があって、うん、そこでその首相官邸インスタの可愛さっていうのがすごい世間に知れ渡った時があって、裏で JK が投稿してるんじゃないかっていうくらい言われていて、めっちゃ可愛いですっていう。ウェブマーケットとかやってる、まあ30代くらいの男性が3人くらいは担当者でいるっていうのが分かって、はい、すごい、そういうソーシャルのリテラシーある人だからうまくできる。なんかこういうの見るとすごい身近に感じられるっていうのは、うん、私もついフォローしちゃったんですけど、なんか可愛いんです、ちょっと見てて和むというか、そ新聞上でこう首相がゴルフに行きましたみたいな、なんかこういうことやってますというと、それだけ見てるとなんか不満みたいな感じなんですけど、うん、そういうトランプ大統領と通称のセルフィーとかやってるんですよ。通称のセルフィー、そう、そうこういう感じでやってて、それ見るとすごい和やかで、うん、あ、なんか頑張ってるなって思っちゃうというか、うん、写真見た感じ、なんかトランプ大統領全然凶悪な感じじゃなかった。そう、すごい優しいおじさんみたいな、うん、初めて見た、あんな写真に、ね、優しくないおじさんじゃないんですか。そうなんだけど、過激な発言がね、こう、そう、過激なところとかだからね、いいのかねって感じでしょ。まあそう、なんかそれを思って私はちょっと身近に感じられて、うん、まあ、政治とか興味持つきっかけにはなるけど、そう思わされているのは、そのマーケティングに向かってしまっているのかみたいな、ちょっとうがった目で見ると、自分もそう思わされて、なんかいいように使われるのではという疑念もある。すごい批判する人批判するじゃないですか、うん、で僕も批判する側なんですけど、うん、でも批判する理由がないじゃないですか、うん、ないじゃないですか、うん、当たってないですよ、その批判って、うん、なんかわかんないですけど、多分すごい政治の美学家だとかなんで、うん、まあ別に政治の美学家なんですけど、うん、だその通りだと思うし、うん、それでこう隠されてるんだって、いやその通りだと思うし、うん、そうなんだけど、うん、人たちが世の中の8割かと思ったら違うぞと、あ、野党もやればいいと思いますよ。そうですね、なんでやらないやる側で、うん、バトってるかって言ったらナンセンスで、うん、だってこっちの方が圧倒的に人気が出る手段なんだから、うん、やっぱやっとやってないんですよね。だから全員やればいいんですよ、うん、そうね、みんな同じ土俵に乗ってから、そう、戦えばいいんですよ。そうだって3人しかいないんでしょ、これ担当者、うん、だったら別にね、うん、いるでしょ、小沢さんの隣に。なんかやってみて、なんか質の悪いなんか講演者が増えてきたら、じゃあこれは良くなかったねって言えば分かりますよ、ね、そうそうそう、だから乗る乗らないで、なんかあだこだ、全乗り、うん、一旦、そう、そうするとフェアな戦いになる、うん、フェアっていうかね、そうね、ようやく2人、ようやくサッカーができる、うん、サッカーやってるやつとバスケの話、はい、話が合わないから、そう、そうね、そうですね、って思います、うん、みんなやろう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 、かわいいインスタ、そう、そう見てみたい。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。朝日ニュースでした。朝日ニュース。